よし、続きやっていきます。フリーダムルートの第18話ですね。同盟を結ぶためセレノアはグリンブルク王としてグスタドルフに会談を申し込む。まずここからやよね。どこで行われるのか。ミッションを受け取ったグスタドルフは承諾し、ホワイトホルム城に自ら出向くと返答した。おお、本来ならここにこもってね、ハイサンド軍を迎え撃つそれを整えてたんですけどね、あの相当のもののとこで。これが出向いてくるってことになると、またそれなりの決意が見えるよね。これは。しかしこの戦乱の発端は、グスタドルフのノゼリア新鉱山の岩塩交渉独占を図ったことにある。現在岩塩交渉はセレノアが抑え、これは強いカードやよね。さあ、両者の直接会談は一触即発の危険だ。本当やよね。グスタドルフはもう何を言われるかとか、そういうのをいろいろ想定しながら来るだろうから。ただ右手の方にもうね、ハイサンド軍の駒見えてますけど、ちょっと急がんとね、これは。さあ、第18話、言うな、心が痛むなどと。ほう心が痛むな、痛むって言ったらダメなの。それだけのことをするってことか。クラリス、どういうことですか、ベネディクト殿。はあ、言った通りだ。グリンブルク王国はノゼリア商会との一切の取引を停止。なんで？あ、塩いらんくなったからか。あ、てかそっか、ノゼリア商会はハイサンド寄りの会社だから、こういうことになるのか。関係者は即日国内から立ち去り、厳しい残った商会の資産は王国が没収する。これはだいぶやぞ、反発必死やぞ。これは無茶苦茶だ。アイサンドに続いて商会とも手を切るなんて。うん、これからどうやって塩を手に入れるつもりですか。あるんですわ、いっぱい。いらぬ心配だたんまりあるんですわ。これどうやら事実のようですね。グリンブルクが地の底から取れる岩塩とやらを手に入れたという。あ、これももう早いね。この商会には関係のないことだ。おー、すぐバレるな世間に。大戦後の盟約に基づき中立の立場で塩の流通を取り仕切ってきた我々の努力を何と思いか。そうやな。ただこれもやっぱハイサンドの思惑というか、そうせざるを得ん状態なだけであって、もうそういうことじゃないからね。もうどこでも取れる、どこでもって言ったらあれやけど、ハイサンドじゃなくても塩は手に入るからね。遠鉄大戦以来の貢献についてはご苦労だった。いや、詰めて。セレノア様が治めるグリンブルクにノゼリア商会は必要ない。うわ、こういうヘイトを集める役も買ってくれてんのか、ベレディクトは。そんな勝手ハイサンドが決して許しませんぞ。戦うことになるな。ではハイサンドに泣きつけばよかろう。詰めて、すごいな。すごいね。中立などとよく言えたもんだ。わかりました。ウォルフォート家は本気で商会を排除するのですね。ならばおっしゃる通りハイサンドに参りましょう。あなた方の暴挙を報告させていただく。これは始まるな。七税人としての立場も挑発してよかったんですか。もう捨てる意味もあるよね、これは。クラルスは裏社会にも通じています。我々の邪魔をするために暗躍する可能性が。うまく利用しといてもよかった気もするけどね。それが狙いだ。はあ、ハイサンドの結束を乱すためにあえて動かした。そうなんすか。ちょっと自分の持ってた1枚2枚上手でした、ベネディクトが。何より来たるべきノゼリアには塩の流通を牛耳る紹介は不要な。いらんわな、あるもんな。来たるべきノゼリア、うん、セレノア様が治める世界だ。
それを実現するための策は立てた。もうあらゆる方向に作戦がもう立ててんのか。そのためにはまずグスタドルフとの会談を絶対に成功させなければ。ここやよね。まずは戦力的な補強というか、ハイサンドを落とす手立てがないと立てつけれんからな。ハイサンドには来たか。報告します、グスタドルフ総帥を乗せた軍船が間もなく到着します。一個壊したけど大丈夫？わかった。いっぱいあるんかな。階段の成否はセレノア様のご決断にかかって、なんか、何プレイヤーの選択肢によって終わるとかないよね。今からセレノア様と二人きりで話す。誰も近づける。段取りをつけると、ちょっと台本もらっていいですかね。こう来たらこうやるみたいな、ください。そう、グスタドルフ総帥は間もなく到着とのことです。なんか読んどるね。本か手紙なんだ。わかった。この階段の成否で我々の未来が決まるだろう。セレナも分かってました。潮に宿る力を読んでおられたんですか。これ手記じゃないかな。普通にね、あの手記がいっぱい並んでる中にあった気がする。ドラゴン殿が亡くなる直前にくれた潮に関する研究書だ。読んだこと、裏で読んだはず。グスタドルフ総帥を説得する手がかりがあるのではないかと思ってな。そんなしっかり説得しないといけないの。私はこの書を読んで知った。塩には様々な用途と可能性があるのかと。まあ摂取する塩分でもあるけども、爆弾にもちゃんと使われているみたいですね、このリアルの世界でも。全然その知識なかったですもん。はい、単に食するだけのものではありません。そうです。今言った通り、我々は岩塩交渉を抑えています。岩塩の存在が交渉の切り札と。ベネディクトはそれもしてたのか。そりゃそうか。だが相手はあのグスタドルフ。恫喝や圧力を加えれば牙を剥いてくるだろう。慎重にやらんとね。なんなら、下手なこと言えばそれを全部も、それを元に持っていかれる可能性もあるしね。かといって下手に出れば、エスフロストが掲げる自由の名のもとに飲み込まれてしまう。これです。これを言いたかった。これどう対すべきだと思うか。答える前にあくまで対等に一つ確認させてください。はあ、セレノア様は岩塩の独占を望まれますか。いや、個人的にはもうちゃんと流通すればいいんじゃないの。下ですけど、この選択肢あえてあるってことはイベントに絶対影響するよね。いや、もう本心です。行こう。下、岩塩の独占は望まない。私は岩塩の独占は望まない。これがだってハイサンドの今の現状を招くことになっとるから、後のことを考えるとちゃんと流通させた方がいいよね。独占による支配を目指せばハイサンドと同じになる。これです。ハイサンドの支配を変えようとしているグスタドルフが認めるはずだ。そうです。こっち正解じゃないのかな。かといってあの男に岩塩を渡せば我々はただ利用されるだけでしょう。いや、対等な立場なれないのかな。もちろんそれもしない。鍵は塩に宿る力だ。その本が岩塩を使ってグスタドルフ以上に自由で豊かなノゼリアを築く。そう示すことができればグスタドルフを従わせることができるはずだ。従わせる、こちらが上ってことか。おっしゃる通りです。ほう、やはりあなたはノゼリアの頂点に立つべきお方だ。ありがとうございます。もうロランとロランにはないもんな、こういうのが。お考えに沿った策があります。あえて引き出したのか、ベネディクト。なんなんこいつ。グスタドルフ総帥との交渉、私に任せていただけませんか。勝手に やってくれるかな。
選択肢なしで。分かった。お前に一任する。絶対にグスタドルフから協力を引き出せ。これは絶対やってくれるでしょう。は、必ずよ。頼もしい。いや、こっちの選択肢任されたらもう、ゲームオーバーになる可能性もあるから。頼むわ。来た。船でいらっしゃいましたと。さあ。どうなる？おお、ここで。はあ、いや、いろいろあった部屋やぞ、ここ、今思えば。面白いものだ。以前この場で私に下ることを拒否したのそう。グリンブルク王として同盟を求めてくれた。ああ、この部屋、すごい歴史を動かす部屋よね。私も、あの時は思いもしなかった。岩塩交渉を見つけたドラガン殿をあなたが殺すよう命じていたなんて。いや、それを全部ひっくるめて、ね、今の話をしようとするからな。謝る必要があるか。主を追って玉座についた。ああ、言われます、こういうこと。いいえ、話し合いたいのは過去ではなく未来についてです。そういうことやよね。あなたも分かっているはず。ハイサンドを倒すには我々が手を組む必要があると。さあ、七星人でもある貴公がハイサンドを倒す、ここやね。信じてよい。いろいろわだかまりを全部取り払った上でちゃんと交渉しないと。潮によるハイサンドの支配は壊さねばならない。そのために、ともとも決別した。まずは一つ、これはどう答えてくれるか。なるほど、マイサンド打倒に異論はない。では交渉を始めます。あとよろしく。進化ごときが出しゃばるな。私はセレノア殿と話しに来た。だいぶ食い気味に来たな。ベネディクトには全権を預けている。お、そのものの発言は私の意図を持っていただきたい。素晴らしい、そういうことや。たかは家臣に操られたものだ。こう思われるのか。そこまで言うならいいだろう。最初にはっきりさせておく。嫌なこと思われたな今。同盟を結びたければ岩塩交渉を渡せ。あれはエスプロストが先に見つけたものだ。いや、もう一緒に使おう。ダメ。それはできません。話にならない。あれ、もしもし。お聞かせください、ソース。あなたは手に入れた塩をどう扱う。どう扱うって今まで高い税金を払って得てたものを、やから普通に安定して供給できるものとしてね。塩は人が生きるために欠かせぬものだ。だがノゼリアでは。アイサンドと商会が独占し、高い税をかけて塩の入手を阻んだ。散々苦しんできとるもんね。平和になった前回のエンティス大戦からの30年間もずっと苦しんどるもんね。私はハイサンドを倒し、商会も円税も廃する。全ての民に自由な商売を認める。素晴らしいです。これは塩を欲する者には私が許可を与え適切に分配する。それはあなただけが塩を自由に扱うということ。そう、結局ハイサンドと同じです。素晴らしいって言った手前。だからもう仲良く使えばいいやって。奴らのように利を貪りはしない。全ての民が私の元で塩と自由を得るのだ。私の元ってのはいらんのよ。これ以上の未来はあるまい。いや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 、いいえ。そうそうそう、我々はあらゆる塩を民に解放する。これでしょ。一応グスタドルフがやってることと一緒やけどね。誰もが望むだけの塩を安価に入手できる仕組みを作り上げ、これでいいでしょ。塩を民の手に委ねるというのか。この発想はなかった。一体何のために。いいマジでみたいなこと言ってるな。
潮が世を変える大きな可能性を秘めているからです。例えば保存の効く塩漬け食料が大量に作れるようになれば、物や人の交流は今よりずっと盛んになるでしょう。革の加工やガラス作りなどにも役立つ。それも塩。新しい品も生み出せるはずだ。それも塩なんだ。家畜に与える使い方もあれば、さまざまな薬の材料にも。全部塩なんだ。爆裂ガンのようなものです。なぜその機密を。いや、これは、そっか、機密なんだ。これは、ほんの一例にすぎません。広く開放すれば、さらに使い道が見つかるでしょう。いや、メリットがパないぞ。ロゼリアは、今よりも活気ある世界へと変わる。その結果、民も国も豊かになるはずです。あなたが掲げる自由も、このベースからが、ね、発展していくことになるよね。理想論。塩を使いこなせるほど民は賢くはない。いや、それは教育すればいいだけの話よ。成熟していないだけです。仕組みを整え、正しい使い方を教えればよい。教えるだけよ。数年がかりの段階的な解放策もすでに考えています。なんですと。すげえな。民は恐ろしく貪欲だ。塩という力を得た奴らは我々支配する者にとって手ごわい相手となる。だから上の方で統制した方がいいって話か。なるほどな。グスタドルフの意見も一理あるね。確かに。それを恐れ、女神の中に抑え込んだのが、あなたが倒そうとしているハイサンドなのか。そうでした。強い。これは聞いたね。グスタドルフ総帥、私は自由を得た民を恐れない。彼らを導き、必要であれば彼らと戦う。うん、そう決意して玉座に着きました。いや、ロランにはない言葉やな、これ。それこそが新たなノゼリアの覇者が持つべき覚悟でありましょう。うわ、これは慣れるな、本当に。覇者に一つだけ教えろ。潮がそれほどの可能性を持っていることをどうやって知った。ドラガンの指揮になるのか。むしろお聞きしたい。あなたはご存知ではなかったのですか。すべてドラガン殿に送られた本に書かれていたことです。これはドラガン殿がエスプロスト大書院の書を調べ研究された成果だと聞いています。知らなかったんだ、グスタドルフ。ドラガンの知識。まさか私の手の内にあったものだとは。とんでもないやつを失ってんのよ、お前は。私がドラガンを最小にしていれば、今この立場は逆だったということか。そういうこと。このグスタドルフが間違えてたってのは、これを自身に知らせれたってのはすごい気持ちいいな。あいつを殺した報いがこんな形で訪れるとはな。愚策でしたね。わかった。ウォルフォート家の目指す世界に。おお。認めた、いろいろ。立場も、自分の力の、ね。なんだろう。自分以上に、人の上に立つ人間がいるってことを分からせたのが、かなりでかいよね、これは。エスプロスト総帥としてその実現のために協力することを約束しよう。もう頭いいやつやからこそちゃんと言えば分かってくれるやつなんだよね。感謝します、グスタドルフ総帥。はあ。アイサンドが我らの犯行に気づくのは時間の問題です。うん、早くしないと。このまま軍議へ移りましょう。承知した。うわ、仲間にならんかな、グスタドルフ。使いたいんやけど。NPC として来てくれるかな。おー。私はセレノア殿と手を組む。おー。もう我々は敵同士。おー、これ。すごい、違うゲームやっとるかのような。よかった。
ご決断くださりありがとうございました。いや、何よりもタラーセリカおらんのが一番のことやね。これはあいつらおってまた変なことになるから。力を合わせてハイサンドを倒す。それはローゼル族のためにもなるはずだ。このね、この道の先にはこれがあるから、ベクトルは一緒やよね。お前の母オルレア殿への手向けにもなろう。全てが合致しとる。はい。なんかのぞ、なんか歯切れが悪いね。フレデリカ、お前ごとウォルフォート家を討とうとした私を恨んでいるか。まあそうやな、本当やよね。死んでもいい状態だったもんね、フレデリカは。私なりに理解しています。うん。兄様は身内よりも総帥としてなすべきことを重んじる人だと。その通りだ。私は己の行いを悔やんではない。いや、もう絶対的な敵がこうやってなんか味方になるのってすごい、なんかテンション悪いな。私もです。あなたと敵対しエリカとタラースを撃ったことは後悔しません。あいつらはどうでもいいよ。兄様やエリカたちが憎いからじゃない。今目を向けるべきなのは過去ではなく未来だからです。これがこのルートのテーマやよね。過去ではなく未来っていうのが。過去ではなく未来。先の階段でセレノア殿も同じことを言っていた。これでいくとやっぱロランはずっと過去に縛られとった。いや、でもそれはそれでな、復讐というかやっぱどうしても許せないってことはあるからね、人間は。それを清算した上で先が見えるってのはあるからな。ルスタドルフ総帥、うん、私はあの方と共に歩む妻なのですから。まだつ、まだつ、うん、王妃、王妃なった、王妃。ちょっとかチラッと見ててよかったな。まだ名字がエスフロストやけど、グリーンブルク王国王妃フレデリカ・エスフロスト、王妃になった。あ、じゃあこれセレナーも変わってんだ、王になっとるよね。当代エスフロスト家の長女でセレナーの妃、炎徹大戦の折に聖ハイサンド大教皇から亡命したオルレアの娘であり、ローゼ族の血を引いている。おお、変わっとるフレデリカ。いや、これは本当に序章から来たら見たらもう全然キャラ変わっとるからね、フレデリカは。はあ、うおー、大連合軍。グリンブルク王国とエスフロスト公国は同盟を結び、セレノアを総大将とする連合軍を結成。これは聖ハイサンド大教国打倒に向けて動き出した。さあ、まずはあの川、ウォルフォート家とあ、こうソルスレインとこのあそこのね、ハイサンド砦なんだったのだっけ、あそこの国境線が戦いの場になるよね。まずは一気に女神の盾のとこまで行くんかな。そう、ここ、ここ、これに対してハイサンドはノゼリア新鉱山制圧のために進めていたエグスアム軍を呼び戻し、使徒によって連合軍を迎え撃つ構え。まあ一応防衛戦の方が強いからね。女神の盾に囲まれたハイサンド首都の攻略策は軍師ベネディクトに一任された。正面突破になるよな。おっと、やっとここに帰ってきたね。で、またあれですね、前の動画から一気に撮ってるんですけど、ちょっと、あ、そう、トラビスの総和も出しときたいなと思ってやってます。なのでここで一旦、うん、ちょっとトラビス の、 あの使用回数ですね、もう簡単なマップいっぱい、あの想定バトルでこなせばすぐ出ると思うので、ちょっとトラビスの総和だけすぐ出しきたいなと思います。はい、無事トラビスの総和が出ました。うん、やっぱ後半というか、うん、最後の方で仲間になるキャラクターなので、普
通のキャラクター多分20回ぐらい使わないと後半出ないんですけど、トラビスは10回で出ましたね。うん、これで完結となりますね。そうは元盗賊への民の視線は冷たい。そんな中トラビスは懸命に部下の仕事先を探す。かーけなげ。別にセレナに相談してもなんかしてくれそうな気がするけどね。もう頼った結果、本当に恩に切るぜ。こうなってしまったって話か。なんならもうね、このホスハバラさんのバーで働いたら気にすることはないさ。困っている時はお互い様じゃないか。でも言うほどあれか、そこまでも人を雇えるほど儲かってないんかな。ちょうど人手が足りなくて困っていたんです、うん、こちらこそ大助かりですよ。お、鍛冶屋の道もある。本当にありがとうな、この恩は一生忘れないぜ。なんか派遣会社の社長みたいになっとんな。ここ最近皆さんのところによく顔を出していらしたようですね、うん、仕事の話やよね。ちょっと頼み事をしてたんだ、うん、ほら前に話しただろ。なんかもう盗賊の影がないだろ。足を洗ったあいつらに真っ当な仕事を探してやるって、うん、まあ自分のせいで仕事がなくなった。まあもともともうダメそうな仕事やったけど、もう完全にダメにしたのはトラビスやしね、うん、それで思いついたんだ、彼らの下で連中を働かせてもらえないかってな、はあ、まあたまたま余裕というかちゃんとお賃金払える状況ではあるだけやけどな。この連中は信用できるし、うん、しっかり監督もしてくれるな。まあ一応ウォルフォート家の傘下やからね、ここは。なるほど、良いところに目をつけましたね、うん、手先が器用な奴は鍛冶屋で下働き、口がうまくて酒が強いのは酒場。みんな心よく引き受けてくれたよ、ありがたいよな、うん、ちゃんと店が、ね、大元が儲かってればいい人を雇えるけどね。みんなの長所をよく知っていればこそ、うん、さすがトラビスさんです、まあ、うまいこと人を回せたって話か。それにあなたたちの今回の頑張りで、はあ、皆の仕事も軌道に乗ってきたらしいですよ。あ、純粋にやっぱ人手が欲しかったんだ。一時はどうなることかと思ったが、うん、これで少しは肩身としてまっとうな生き方ができそうだ。そうだな、やっぱ、ね、トラビスじゃないトリシェの時の相場でもあったけど、こういう何ちゃんと生きてくね、お金とかがなくなってしまうから、そういう盗みに盗ねじゃない風に生きていくしかなくなるって話だよね。うん、まあ肩の荷が下りた半分だけだからな。はあ、あ、娘の話か。残り半分は娘さんのことですか。こうなるよね。トリッシュは生まれてすぐこの俺が当時の作業に巻き込んじまった。この世界線は一人で大盗賊になるってどっか行ったままか。あいつは他の生き方を知らないね。共存してない。それが急に肩気になれと言われても、あ、誰のせいや。今は一体どうしているのか。落ち込んでなければ。一人か。でもあなたの娘さんですもの、心配はいりませんよ。それはどういう意味で？お、そうそう。なかったのか。その通り。ああ。なんだお前ら、突然出てきやがって。それに、いや、気休めはよしてくれ。いや、本当気休めやよね。なんか今やってる情報でもなんかあるんなら別やけど。私が聞いた話です。おうおう、俺たち嫌がらせをしていたあの少年が先日、あ、トリッシュが何かやってくれたのか。顔をボコボコに晴らし、しょうがいと街中を歩いていたらしいです。いや、これに関してもさ、トリッシュやったんかもしれんけど、トラビスを疑われてもね、仕方ないよね。これはこいつら的には気持ちいいかもしれんけど。いや、叱って俺じゃないぞ。いや、こうなるよ。じゃあまさか手下を動かしたとかそう思われてもしゃあないよ。きっとトリッシュの姉子に違いねえや。
これはどうなんだろうな。姉子が見逃すわけがねえ。さすがだぜ。こいつら的にはちゃんちゃんなのかな。心配はいりませんよ。多分。大志のやつ。いや逆にそれはそれで犯罪なんじゃない。どうなんだろう。でこれがトラビスの相場の最後ですね。うん。よっしゃ。じゃあ、行きますか。サブもなしで。メイストーリー、軍師ベレディクトは、ハイスタンド攻略の一手をすでに打っていた。はぁ、あ、まだ一戦も交えてないのに。へぇ。何をどうしてるの？ベネディクト様、ハイスタンド攻略策はまとまりましたか？アンダが動いてるわけじゃないやね。やね、ここにいるってこと、うん、懸案だった女神の盾はエスフロスト軍の大金砲で打ち崩せる、うん、ただまだ実戦投入されてないやつでしょ。大丈夫かな。崩れた城壁から突入すれば首都を制圧可能だ、うん、しかし大きな問題が一つ。ほう、大きな問題。大金砲の運搬設置、うん、発射準備にはかなりの時間がかかる。あ、そういうリアルなやつ。この辺はもうゲーム的に勝手に移動させてくれてよかったんですけど、これはガチなやつが。船で運んで、馬で、馬車かなんかで持ってってって流れやよね、普通。その間、我々がハイサンド軍の注意を引きつけねばな。ほんと、時間がか。同時に行われるって話なんだ。ハイサンド軍は撃って出てくるでしょうか。牢城を選ぶのでは、うん、何か煽れば出てくるかな。てか、女神の盾がやっぱ強いからね。冷静に観察されれば大金砲に気づかれてしまう、うん、陽動をしなくちゃいけないのか。しかし敵の主力エグスアム軍が相手では時間を稼ぐ戦い方は難しいでしょう、うん、いや決戦になるよ。これはこれで成功しても決まってしまう。大きな被害が出るはずです。エスフロストだけが勝利を得ることになりかねません。うわ最悪やな。それはそうならぬよう手を打つ。はあ、アンナ、命じておいた密書は送ったな。密書、これはエニグマを誘い出すやつかな。はい、七星人のエニグマ、匿名の密書を送りました。あ、今回やっぱりあいつが出てくるよね。めちゃくちゃピックアップされると思うな。スポットライトが当たっとるもん。ソルスレイと結んで不正な塩を売買していたこと、非合法の闘技場を開催し利益を得ていた。闘技場もそれらを強行に告発するという内容です、うん、わお。私が調べ上げた証拠の写真を同封しておきました。うわ、証拠も。これはもうエニグマさんが何か慌てて動き出すね。よし、身に覚えのあるエニグマは審問を恐れ、挽回のために手柄を立てようとするはずだ。これもそうなっとったもんね。実際最初のイベントでウラルスの動きは、うん、予想通りハイサンド首都に入りました。ほう、めちゃめちゃすごいな。後ろつけとったん。クラルスとエニグマは闘技場の支配人と賭けの大元という関係だ。あ、そうなの。クラルスも悪いことしたんだ。あんだけ真面目に塩の取引やってるかと思った。塔を建てるため手駒がいるエニグマと後ろ盾が欲しいクラルス。後がない彼らは手を組み、ハイサンドの戦略を乱して動き出すだろう。すごいことするね。ベネディクトの手のひらの上でもう動き出してんだ。うん、即席の軍が相手なら時間稼ぎも可能になる。うん、ちゃんと来てくれるかな。確実に動く保証はないのだ。そう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 、これやってあと一通密書を送れば、はあ、エニグマは動く。いっぱいお手紙届くね。あー、なんだやっぱウォルフォード家を潰したいから、エスフロストと手を組ませるとか、そんなんか。王位を簒奪したウォルフォード家を共に移し、
ロラン様の名で書かれた決起文。はあ。エニグマ軍と戦うウォルホート家の背後、ロラン様率いる私兵が奇襲する作戦が書かれている。一応大義名分も得れるね。うん、手柄は欲しいけど、やっぱ大義がないしな、これは。信じるはずだ。筆跡を似せ、大きな指輪で陰謀をした。わお。すごいこと。どうやってそんな印象が。すごいことするね。ああ、これハンコにもなるんだ。ロラン様の死を偽装したとき貸していただいた指輪の型を取る。レプリカ。いつか役に立つかもしれぬと思ってな。なんだこいつ。ベネディクト様。恐ろしい。ロラン様とセレノア様の対立は公然の事実だ。知っとったもんね。大義に称賛まで加われば人は必ず動く。おたとえそれが不利な博打であっても。やるしかねえのか、あの二人は。策は分かりました。しかしセレノア様はご承知なのですか。そう、知らずに。もちろんご存知ではない。もちろんご存知ではない。することだけは許されない。ああ、いや、こんな暗躍して大丈夫か、信頼関係は。これは全て私が勝手に行う非道だ。はあ、これがタイトルにつながるのか。なんか心を痛めるなと言うな、痛んだと言うなみたいなタイトルやってるね。全て聞かせてもらったって言うんかな。話は聞いていた。なあ、聞かれてた。勝つためには最善の策だ。セレノア・ウォルホートを実行を命じる。なんか冷徹になってきてない、セレノア。あ、見てなかった。そういえばグリーンブルク王国国王セレナ・ボルホート。グリーンブルク王家の血統と王家の指輪を受け継ぐ正当なる王位継承者。失踪者ロラに代わり時代の王として迎えられた。はぁ。よろしいのですね。七聖人どころか王まで来たわ。構わん。もう我らは進むしかないのだ。うわ、これはこれでもうベネディクトのね、もう隠し事はしなくていいっていう、いい関係にはなったんかな。ギョリ。はぁ、あ。ちょっとセレナが変わってきたな。何か大事なものが失った感じがする。たとえ非道な策を使ってでも勝たなければならない。はぁ、あ。進む道を決めたセレノアたちは、ハイサンドへ向けて進軍を開始する。始まりますね。戦場は、あ、その辺初めて来たんじゃない、この辺って。そしてかつての友の名で書かれた手紙がハイサンドに届く。すべてはベネディクトの策に沿って動き出していた。じゃあ、てかクラルスも来んのか、敵として。一応名前のあるちゃんとしたグラフィックもあるキャラやしね。戦ったことないよね。ほう、ここに来て新キャラというか。おお、しっかり。なるほど、ウォルホート家はハイサンドばかりか、紹介までも打倒しようとしているのかな。不満がどんどん募っていきますね。はい、我々が築いてきたノゼリアの秩序が崩されようとしているのです。こいつとエニムクマががっつりなのか。エニグマ様、どっぷり。どうか強硬に訴えてください。ウォルホート撃つべしと。ここにお手紙が届くってことか。もちろんだ。潮の女神に逆らうウォルホートには罰を与えるのだ。よう言えたな、こいつ。できるなら私がこの手で打ち砕きたいのだ。戦の指揮は不慣れ。ああ、そうなんだ。このハゲは、女祭って、なんか中の、それに何する人なんだろう。クラス殿は裏の闘技場で傭兵や荒くれ者を取りまとめてきた強者だ。過去の歴史にも女祭って立場はあったんかね。あったから、
こう使われてるんでしょうけど、あとで調べとこう。商品を守るために戦うのも商人の務め、うん、戦いの心得もそれなりにございます。いや、お前に任せたやつだいぶひどかったぞ。あの一周目でなんか門突入した時のやつ。頼もしい。ではどうか私の願いを聞いてもらえまいか。だんだん進んでいくな、こいつらの企みが。我が配下としてウォルホートを撃ってもらいたい、うん、兵は私が揃える。あ、ちゃんと七星人として力はあるんやね、そこそこ。おお、私に軍をお授けくださるのですか。こいつにでもそういう傭兵術こいつにもないやろ、クラルス。十分な賞賛がある。先日去る人物から密書が届いた。もう届いてました。王位を簒奪したウォルホート家を共に討つべし。そう書かれたロラン王の決起文だ。じゃあロラン王と呼ぶんだ。ロラン王の本物なのですか。いや、世間的には失踪したってなっとるからね。グリンブルク王家の印象が、まあ、でも死んではないのか。確認してみたら間違いなく本物の印だ。間違いなく偽物なのよこれ。やはり三罰の噂は事実だったのですな。ドラン王が報復を図るのは当然のこと。どんどんミッションには我々の攻撃に合わせてウォルフォートの背後をつくと書かれている。どんどんベネディクトの策に、ね、はまっていくね。おお、その策ならウォルフォート家に勝てます。うん。エニグマ様、この話を他言されましたが。いや、ロランはロランでどこからその兵力を集めたかって話だけどね。ソロで顔出しても限界があるやろ。いいや、クラルス殿だけだ。手柄は貴殿と分け合いたい。いや、切羽詰まったやつらが今動き出します、ね、ありがたき幸せ。このクラルス、あなた様のために力を尽くしましょう。所詮小物ってことか。じゃあこの18話の敵はこいつらで確定ですね。ん？RP、あー、戦闘マップの確認のやつか。で、サブもあるね。で、サブストーリー。ハイサンドに協力するクラルス。その野心のいくつか先は。うん。どうせまたエニグマの悪口でも言うんやろ。あんなこと言っといて。まさか、騎兵を揃えていただけるとは。ちゃんと二人いてんだ。感謝します、エニグマ様。馬がいっぱい来ると。我らの勝利のためだ。指揮は頼むぞ、うん、クラルス殿。できるん、このただの商人やったやつが。もうすぐウォルホートは消え七星人の座が一つ開く。そこにお前を据えると。新たな七星人、そして空席だった塩の番人にはクラルス殿がふさわしかろう。うまくいけばこいつらは新たなソルスレーエニグマのホットラインができるね。エニグマ様こそこたびの手柄で移動司祭に取って代わることも。いや、あー、でもそこまでの功績になるんかな、これは。小物どもがほざいとるの。そうだ、多少の罪をこの手柄で打ち消せる。頑張って。おお、ウォルホート家がこちらに向かって動き出したぞ。うん。エニグマ殿、本当に手助けはいらぬのだろう。はあ、一応オフィシャルのコードになってんだね。じゃあエグサムがちゃんと見てるってことは。たっての願いで先陣を任せることになった。うん。ウォルホートは手強いぞ。一応あれか、軍の指揮を取ってるのは。エグサムだから、そういうことか。軍事を任されているって書いてあるもんね。ご心配なく、エグサム殿。クラルス殿には私が必勝の策を。おっきいこと言っとんな。はい、どうぞご安心。わかった、そこまで言うなら任せよう。
若干不安に思ってそうやね、先の点々点が。クラルス殿の戦いぶりを共に見守りましょうぞ。また秒で倒してあげましょう。おお、勝てばよし、たとえ負けても我らには女神が立てない。エグサム、エグサムでこれのおごりがあるのか、女神だ。たってこの綺麗な門が今壊されようと、破壊されようとしてるやね。さあ、じゃあ探索パートですね。メインストーリー、大金砲による女神の盾爆破を成功させるためセルダたちの陽動作戦が始まるとしていた。さあ、初めてのマップにな、ブッカーと戦ったところじゃないよね、さすがに。別動隊のグスタドルフ殿、スバローグ殿は大金砲を携えて出発しました。おじきも組んだ。隠密行動で首都の南方へ回り込み、発射準備を進める手はずです。南側開けるんだ。よし、では我々も出撃しよう。西側が我々、いよいよか。で、陽動作戦。おお。忘れるな、我らの役目は敵の目を引きつけ時間を稼ぐことだ。そうです、言われずとも分かっている。最近エラドロさん使ってないな。俺たちは女神の盾西側に敵を引きつける。その隙に南側でエスフロスト軍が大金砲を用意。そうです、いや、ハードではエラドロさん使うことになるけど、準備が整い次第練習しとかんなんな。女神の盾を打ち砕き、全軍で内部へ突入、うん、強行軍を落とす。うまくいくかな。だろ、ここの次はさすがにエグサムあたり来るかな。まあ最後はどうしても移動とか強行まで行ってるもんね。どうなるんだろう。そうだ、くれぐれも向かるなよ。セレノア様、出陣の前に兵たちに声をかけてやってください。陣頭指揮、総大将であるセレノア様のお言葉を聞けば皆の士気も高まりましょう、いや、これは結構大事なことやからね。わかった、そうしよう。ただ総大将も自ら戦うのもちょっと違和感あるけど超前線で戦うからね。それで王が、ね、死ぬことになる。あ、ここなんか。ハイザードの先鋒隊をここで迎え撃つ。防御策を設置し防御を固めよう。勝利を確実なものにするのだ。もう全然今までにない平原。ハイさんとの決戦は近い、戦いの準備を確認しなくては。もう全然、うわ、初めて見る。大金砲操作しなし、マニュアルがあるこんなところに落としとく、落ちとんだよ。これすぐ見てみたいな。使い方、大金、あ、これだ。うわ、初めて全貌が、こんなんなんだ。1、大金砲、砲火固定、砲身設置。2、目標の方位、距離、飛行計測。3、弾道計算、括弧中。4、方位、方針方位角、翼角計算。こんな計算だらけなんだ。5、装填、装薬送信、装填か。6、砲弾装填。7、照準、8、発射。中、弾道計算には方位と距離、飛行のみならず風向、風速、気温、湿度、難しそう、これすべし。詳細は別紙の諸言表参照のこと。うわ、そんな、ただ、はあ、初めて見れたね。うわ、そう、自分今こういうマニュアル作りも、そう、今の職場のそう作りの一環で作ってるんですけど、あんな書き方してますね別紙参照とか。ウォルフォート兵、ベニクさんの指示通り防御策の設置を終えました。うまく活用できればいいのですが、まあ、なんか防衛マップになるの、ああ、一応そっか、時間稼ぎすればいいって話やから、ワンチャン単性の可能性もあるのか、何ターン耐えろみたいな。で、軍師、
こたびの戦は陽動戦であることを忘れずに行動してください。防御策を設置しました。まずはこの地で敵の先鋒隊を仕留めなければなりません。休み間もないほどの冷静になると思いますが、覚悟はよろしいですね。必ずボールフォーティーに勝利をもたらしましょう。はあ、ではあんなさ、ここは敵地、我々の位置はすでに捕捉されているでしょう。しかし恐れることはありません。敵の先鋒隊を防御策で迎え撃ち打ち取りましょう。誰が来ても相手に不足はありません。はあ、頼もしいなこの親子は。相手も結構落ちとるんだよ。テヒュエット、まさかロラン様抜きでハイザンとの決戦を迎えるなんて思っても、いえ今は戦い終始します。はあ、かつての主君がいっぱい落ちとんな。テヒュエシエスフロスト君は我々よりさらに南の地点から敵に見つからないよう回り込んで進軍中です。だいぶ南から行っとったよね。目標の城壁南側に近づくのはまだしばらく時間かかるでしょう、うん、頼むぞグスタドルフ。でジラ、ハイさんでは私の生まれ故郷、多少思うところはあります。ですが戦場に市場を持ち込むつもりはありません。やるべきことをやるだけです。で嫁は、私たちがハイザンドに差し出してしまったボルホート領のローゼルの民たち、もうこればっかりやな。フレデリカ、あの時必ず助けると約束しました。女神教を倒せば彼らを解放できるはずです。そう、理解は一致してるからね。覚悟はできています。ハイザンドに進軍しましょう。でこいつエスフロスとグリーンブルーが手を組みハイザンドと相対する。あー、煙鉄大戦の再来ってことか。ただ今回はウォルフォート家がこちら側と、エスフロストグリーンブルク連合軍、ただウォルフォートイコールグリーンブルクになっとくかな。これはまるで煙鉄大戦の時と同じ状況です。あー、お、このブレスレット、ブレスレットは一番いいやつですね。煙鉄大戦の話して聞くだけでしたが、まさかこのような対戦を経験することになるとは。それに一番の大国であるハイサンドと戦うことになるなんて、歴史の生き証人じゃないですか。でエラドールさん、陽動とはいえ決戦の一番槍を任せられたことは名誉です。名誉、一番槍って言えば名誉か、まあ、一番功績上げやすい位置にはいるけど、一番やられやすい場所ではある、立場ではあるからね。うまくいけばいいけど、ウォルフォードは名にかけて全力で挑みます。これで全員かな。全員と喋ったら、そう、信念のあれが動くはずやけど、で光ってるもんないよね。こんなもんかな。猫とかおる、もしかして。街にぐらいしか行ってないよね。取りこぼすなんて大丈夫かな。まあ、猫の敷ってものは手に入っとるから、頼むぞ。じゃあ、はい、ちょっとなんか違和感あるけど終わります。ハイさんの先鋒隊を迎え撃つ。さあ、初なんじゃない、もしかして。ターン制で来られたら何ターン耐えろみたいな。来たよ先鋒隊。メイソーリー、ベネディクトの策にかかったハイサンド軍、クラルス率いる騎馬隊との戦いが始まる。やったりましょう。結構草地でやったよね。家系とかも効きそうな気がするけど。ああ、馬だらけ。私をないがしろにしたことを後悔させてやる。怒ってますね。騎馬部隊突撃準備。てかエニグマ来ないんだ。ここで倒すのかと思ったら、敵先鋒の戦争だ。ノゼリア将官クラルスです。なんでそうなったって感じやけど。狙い通り敵の主力軍との戦いは避けられたな。
はい。しかし予想していたより牙の数が少々厄介だが、クラルスはロラン様の増援があると思って油断しているはず。そうやな。これはハイサンドの戦力を削る好機だ。うん。恐れながら。ほう。分かっている。私は油断しない。おう。そんなこと言って。ハイサンドだけでなく、エスフロストにも我らの力を示さねばならん。なんか全然違うセレノアになってきたな、本当に。ベネディクト。兵にこの戦いの意義を告げよ。自分で言えばいい。あ、分かってないんかな。御意。なんか大体任せるようになってきたな。ウォルフォートの旗に集う者たちよ。これは単にハイサンドを倒す戦いではない。ほう。今から我々は潮を独占する女神教とノゼリア商会、うん、古きノゼリアを破壊する。そういう意味もあるのか、この戦い。そして誰もが自由に潮を手に入れられる新しいノゼリアを作るのだ。これに関しては、本当革命的なことが起きそうとしてることやよね。その頂点にはセレノア様が立たれる。剣を取れ、戦士たちを。鼓舞するね。新しきノゼリアのため、我らが王セレノア様のために。熱いな。これは上がるね、兵レベルだと。進軍開始。敵の先鋒を叩け。行こう。さあ、戦闘マップきますね。まあこんだけ広いと、敵軍の殲滅なんだ。タイロ系じゃなくて馬だらけやな、本当に。で、造園も絶対湧くよね。で、クラルス筋力とか大したことないね。魔力とか、なんなんだこいつ。金持ちアピール。何これ、投げ銭。金持っとるから痛いんかな、投げ銭。なんか大したことしたよね。トカゲ、トカゲの鞭、トカゲって読むんだっけ、この感じ。コウモリ。あ、コウモリっぽい。よく気づいた。コウモリの鞭やね。バットマン。まあデシマル出してもあれですね。あ、ただ5ばっかりだ。ああ牙全部5だ。下、これはデシマルシステムですね。了解です。じゃあ準備していきます。よし、完成しました。いきます。さあ、安定のデシマルシステムでいきます。あと、あいつも連れてきました。地盤中、あいつの奥義結構長距離に使えるので、こんな縦長マップはいけるんじゃないのかな。ウルフォート、うん、これ以上の増長は許さん。めちゃめちゃ怒っとるな。王位三奪の報い、一心に受けてもらおうぞ。まあ、今回はしっかり大義があると思って動いとるからな。我らには心強い味方もいる。なんかもう正義に酔いしれとるな。クラルス、余裕すら感じられるあの姿、ベネディクトの策にはまったと見ていいだろう。この距離でもにんまりしてるのがわかるんかな。だが敵はハイサンド騎兵隊、油断して良い相手ではない。行くぞ。行こう。もうなるべく引きつけて5倍、5の倍数計を叩き込む。もっと早く感じになるけども。さあ、メリダ安定のインペリアルクロス、助かりました。デシマルインペリアルクロスですね。ありがたい。ちょっと前ですけどか、さあ、こっちに来い。ガンガンこっちに来い。仕事にかかります。で、ユリオくんは、まだここでいいかな。いやー、どうしよう、まだここでいいかな。早くデシマル動いてほしいな。で、ベネディクトは連続で行くぞ。デシマルにかけて、
ジジイで一番あやめてそん何してんのあいつサクボルホートの名にかけてサク届くかダメだこいつ倒すんだもうちょっと引きつけてもいいような気するなちょっと引きつけよう出番かねまずはデシマルで一発お見舞いしてあ貫通矢もあるねじいちゃんうんさあこっち来いやめてサク壊れるでしょう当てそうお父ちゃんも連れてきてます一応扇が結構範囲系で使いやすいやつやめてってもうさあ来いもうちょっとやめてやめて来ちゃったかさあ悪夢の時間です5倍がぶっ刺さるあでもまあこの辺のやつだけでいっか瀕死になる5って3かこれをお見舞いしてまた使えるかなあーダメか3か4に該当してくれたら嬉しかったけどまあもう虫の息やから殴れば倒せるでしょう学んだ力フレデリカでやっとくかエンサーはい倒せば TP 回復と自慢のモンマックスなっとるねあここ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 来とるねそうジバナの扇射程無限なんすよこういう使い方かあここで打てたら最高だったねただこれでいいのかなお願いしますあそんな潜ってたんだそれはああれあれ奥の人なんで？さて私ですか。仕事にかかり。全員に当たるんじゃないんだ。あれ？あれ？思ってた感じと違うんですけど。あ、有力の扇。あ、ダメだ。狭いな。こんな狭いんだ。最近覚えたんですけど。行けそうです。行くぞ。琥珀でじゃあメリダかな。効きますそうだねジバンナめちゃめちゃいまいちやったやけどマジマジかえおくはいほっとしましたえなんか段差でもあったとこでも全部黄色かったよねどういうことなこいつらも倒すよってやったんですけどオラビス様のお通りださあお父ちゃんお父ちゃん物投げるかさあいやそう最近ピコちゃん使ってないなあ出てきた馬ばっかり増援かしのぎ切るぞ時間稼ぎのくせに油断なりませんうん、増援もリフレッシュペンディーキとまた連続でいくぞデシマル巻き返しの時でこの場でさて私ですさあじいちゃんが来てあー私がやろうあそこに完全落ちてここ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 ちょっと諦めるか悪く思うなめちゃくちゃ一直線やけどもったいねさあこの辺からどうあいいねあ4これかなうんはい我々紹介が築いた仕組みを崩そう潮の秩序を乱す三奪者に負けるわけにはいかんいろいろ言ってきますねでも言うて30年の歴史があるってことだよねこいつらにもさあ次は7微妙やな5を使っとくまあユリオくんでマックスにできるからクラルスも殴れないまあ5やっとくかはい
で、ちょっと引っ込むか。はい。で、あー、まずい。やばい。結構難易度低いのにダメージ食らっとるな。来ませんよ、それ。終わらせましょう。じゃあこっちでエンサかな。はい、炎よ。うん、この地形であれば草のやつ使えるかな。ここからか。あれ、あ、てかティピネンだ。いや、ジボンのイモイちゃったな。自分を中心とした十字方向にいる敵に、むず、ん？入っとったよね。畜生。もう一回トライするか。じゃあ、ここかな？ここの範囲で、ここ。どうぞ。ようやった。で、こうやね。どうぞ。長生きさせてもらう。お任せください。でユリを組んでデシマルに、あ、2個だけあげるか。決めてこにしよっか。私にできること。はい。僕の番か。で琥珀、デシマルの加速が切れるから上掛けして、さあもう一回ぐらい増援ありそうやな。来るかな。なんだ、投げ銭。お金であの柵壊せる。最善の手でベレディクター、また連続をデシバルに。この手でいきましょう。よし、さあ動けません。クラルスはかからんもんな。これ使って動かずでやろっか。これで、いや、もうクラルス突っ込みすぎやろ。行こう。倒していいの？次嫁は動いたらもう終わるぞ。一応ここ、あれ使っとくか。うん、さあ、TP だらけですわ。マリアやっちゃう？クラルスに。さい。瀕死です。お前は突っ込みすぎやって、ちょっと。さあお父ちゃん、あ、ちょっといいとこ見せたいな。なるべく囲まれて自分の奥義を発動させるイメージかな。俺はじいちゃんだけでいいかな。はい、どうぞ。ようやった。やってみます。で、一番な、また使えるようになったよ。お、ここでボスも倒しとく。死にますね。え、こいつもアトランとかわしたってことか。え、でも 100% だ。え、手前のやつしか食らわんってことでいいんかな。ちょっと当倍でやってみよう。ノゼリアの大地よ、力を貸して。頼むぞ。そい。ああ、後ろまでちゃんと行っとる。あ、当たった結果か。冷静さ、そういうことか。主任失格だな。お疲れ様でした。変わるか。そうか。そういうことです。お帰りください。ああ、なるほど、そういうことか。さっきのデシマルでちょっと減ってたやつに食らわしたんかなと思ったら、あ、当てた上でのダメージやったってことね。はい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 、了解いたしました。でまたエンサで削る。でもエンサが強すぎてな。うん、まあ、こういうフラットなマップだったら強いかも。あ、デシマルまた食ってしまった。全力を尽くします。まだやっとくか、これ。あ、自慢なやっぱ強いのかもな、こういくと。うん、まあトラビスのお頭と一緒で囲んでもらえれば
さっきの十字で。こうさす。あ、こいつ6なのか。4の倍数。あ、これはこれでありやな。行こう。はい。最善の手。あれ？だいぶ減ったぞ。大丈夫か？今だ使えないか。まあ耐えとこうか。お役に立てるなら。メディナ。もういいかな。速攻薬とか使っとくか。はい。あなたの番です。フレデリカ前出して、エースは届かないけど、これなら。私の魔法で。おい。あ、倒せない。出番か。倒せんかった。マリアかな。終わってしまう。見えておるぞ。かなりオーバーキル。あ、即死しとったね、今。かわいそうに。はい。よっしゃ、いいか。親方。これ、うまいこと届かんかな？交通。父ちゃんに使って、ここに乗ってから、ここで入らんかな？2人までか。どうしよう。こっちなら2人倒せとるかな。あ、違う。残りやがるのか。まあ、初お披露目やし、一応見せておきましょう。まあ、これはこれで使い勝手、囲まれたら良さそうや。あ、てか1単語やったわ。この構えた状態で。かわされた。今の明らかにかわされたな。だよ。1単語でしたわ。ありがとうございます。これ考えると、まあ、どつぎ使えばいいんでしょうけど。これ使えば、ただ1人かわされとるやったな。まあ、いっか。私ならできる。威力殴ってさあ、じゃ勝手に暴れてまった。等倍スピードで見せたかったのに。もう溜まっちゃってます。じゃあノゼリアの大地よ、これは等倍で力を貸して。まあ移動で TP プラスもあるし、やっぱ使いやすいんかな。だいぶ処理落ち着いてないけど。おお、それさあ、ベレディクト GG に今だで終わりなんじゃないこれ。油断はなさらず。まだ使って、ね、マリア届きます。狙いは定めた。また即死発動したな。さあ、あっさりでしたね。油つぶなんか珍しいも手に入ってたんだよ。さあ、エニグマ倒さないんだ、まだ。二人で来て一気に終わるかと思ったら。報告。クラルス軍の壊滅を確認しました。秒でしたね。よし。これで敵は戦力を我々に集中させるはず。陽動も切ったね。少し休んでください。大丈夫か？最後倒れて、そのまま終わるのかな、ベネディクト。今のところ敵が出てくる気配はありません。我々の戦いぶりを見て警戒しているのでしょう。うわ、ありえそうやな。全てをなした時にシモン様、デストラ様、今おそばにっつって。いや、休んでいる暇などない。いや、休んどけ。その通りだ。おそらく次はエグサーム軍が出てくる。休まない方向がその通りなんだ。迎撃準備を急がせよ。次エグサームか。お待ちください、セレノー様。はあ。ベネディクト様は、ロラン様がいなくなっている。ほとんど寝ておられないのです。少しだけでも。いや、仮眠ぐらい取ってもいい気もするけどね。あの、まだ陽動作戦は続いている。気を緩める時ではないぞ。言うて、その、常に、指揮取らんなんてわけでもないよね。すぐに体勢を整えさせます。大丈夫か。うん、結構いい年やろ。ベネディクトを補佐せよ。冷徹。セレナが変わってしまった。一応続くね。そっか、こちらの、お、井戸出てきとる。
やはりクラルスには荷が重かった。さあどうする、エリグマ。こんなはずではドラン王が背後を押すはずだ。ここで突っ込まれるか。そんなわけがないだろうつって、あるはずないだろうって。何のことか。ロラン王からミッションが届いたのです。共にオルフォートを撃とうと。そんなのは向こうの策略に決まってるだろうつって言うかな。偽の手紙に決まってる。おそらく軍師ベネディクトの。ちょっと相談しとけよ。違う、王家の印象も押してあった。あの作詞が本気になれば王家のインドで偽造してあげる。偽造しまでいかんくてもちょっとお願いすればね、セレナの指輪もあるしね、なんぼでも作れるでしょう。それに本気でウォルフォートを倒そうとするのに、主公のような無能な男を誘うはずがない。めちゃくちゃ言われとる。しかし敵の軍師には選ばれ、操りやすい愚かな。すべからく言われてます周りから。そんなこの場で強行の強行サンダー飛んでくるんじゃない。見事に先手を取られました。この罪は結構でかいぞ。クラルスが死んだのは構わぬが、騎兵を少なからず。なかなか倒したぞ。お願いです伊藤様、私に挽回の機会をください。お、次来る。飛行は失敗したのだ、次があると思うんだ。ないらしいです。私の元にも特命の一緒が届いてます、はあ、これはエニグマがやってきたことの、ほあの密告かな。気候が不正な塩の売買に関わり、気候法の闘技場で銃を出ていたと告発です。強行三代ここまで届くんかな。お許しを。もう全てを諦めた。アーが出たね。届くかな。この状況をお伝えさ。もう死にに行くようなもんじゃないですかこんな。エルス守りはお任せします。こんな緊迫した状況ででも将軍格はいらんか。エニグマぐらい。承知しました。ウォルフォード家は私が通します。次本番かあるな。女神の加護はあらんか。はあ、お疲れ様でしたエリグマさん。あ、終わりか。終わっちゃった。いやー、なんてことなかったですね。まあ難易度もあるんですけど。あー、じゃあ次エグサムか。またあのマップになんのかな、どうだろう。またああいう平原系が来たら、うん、デシマルと、まあ、自慢のも良かったね。無限に行けるのは自慢のくらいしかいないしね。じいちゃんの貫通で10マスとかですしね。ここに来てまた新マップ、またさすがですねこのゲーム。はい、じゃあ、次が本番ですね。楽しみですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。またお願いします。